帰り温泉この花湯に行きました。はい、皆さんこんにちは、いじりあいりです。今日は御殿場のアウトレットの隣にあるこの花湯に遊びに来ました。富士山がね見えるとっても素敵な温泉です。では行ってきましょう。はい、これから、このね廊下を移動して個室のお風呂に向かいたいと思います。今回借りたのが、一番いいの部屋で一番広くて花水木っていう個室風呂です。ここはねここの一番奥です。花水木香りがしてとても素敵なお部屋ですね。どうやら最大6人まで入れるかなりスペシャルなお部屋なようでして、こんな感じで富士山をドドーンと眺めることができます。すごいね。でここからチラ見えできるのがこの名物の露天風呂でございます。ではね早速入るための準備をねこれからしたいと思います。はい、ここは更衣室兼洗面所ですね。こんな感じ、すごいとっても豪華。これはもしかしたら自分の家よりも広いかもしれない空間ですね。これはすごいなぁ。富士山も見えます。こういう風にして開けて、素敵、とっても素敵だね。はい、では早速脱いでお風呂に入っちゃいましょう。じゃじゃじゃん。はい、タオルに着替えました。ではね、まずはね、あれだね、この温泉をの水質をね調べたいと思います。こんな感じですね。では早速入りますよ。おすごいですね。いやー、なかなか気持ちいい温泉です。なんかやっぱ5月これぐらいのね季節いいですね。こう風が吹くと涼しくて、風が吹かないとねあったかくてちょうどいい感じの温度です。まあ、冬だとねちょっと寒すぎるからこれぐらいのね気候がいいかも。富士山もバッチリ見えてますね。こんな見えることなかなかないからね、すごい。時々虫さんや葉っぱさんも入ります。すみませんがこの網でそっとすくってください。この花湯やったー。いやー天気がいいですね。なんか天気がね良すぎですね。雲一つなくて眩しくて目が開かない。今ね12時ぐらいなんですけど、もう本当にとっても贅沢なお昼下がりを過ごしております。いやーなんかね上からの日差しとこの下からのねこの温泉の照り返しがすごくて、で風が吹いてちょうどいいぐらいかも。なんだろうね、すごい。いやー気持ちいいですね。これ景色もねさっき見せたと思うんですけど、すごい良くないですか。いやーこんなに綺麗に富士山が見えることもねなかなかないから、ありがたい一日ですね今日は。それでですね、一番最初に上げたね私の温泉動画がバズったので、この間もね福岡あこちゃんと一緒に温泉に入った動画も上げて、結構なんかもしかして私
音声系 YouTuber 向いてるかなとか思ったりとかしてて、だからこれからもね定期的に音声の動画を上げていこうと思っております。まあね、今ねコロナなので、なんだろう、音声はねあんまりコロナなんだろうな影響しないというか、あと私に入るところは基本的に貸し切り風呂とかなので、なので気軽にねこう今こんな時代ですけど皆さんと一緒になんか温泉に入ってるような、温泉楽しんでるようなね動画をね撮れたらアップしていけたらいいなと思っております。どうでしょうって感じです。いやーいい湯です ね美肌効果があるので、なんかね私がこの間入ったなんか北海道のお湯にちょっとなんか似てるかも、色が薄いバージョンかも。あ、北海道の動画まだ上げてないか、ちょっと上げたらまた見てください。それも北海道行った時にも貸し切り風呂予約して入ったので、それもまたアップしたいと思います。なんかすごい気持ちいいな、いいお湯ですね。はい、温泉から上がりました。館内着はねこんな感じでね、なんて言うんでしょうねこれあれっぽいな、なんか火消し屋みたいな感じ、めぐみ女版みたいな、女大将とかティアンデイっていう感じの館内着ですね。なんかでも生地はすごい高級感がある感じがする。いやでもね、なんといっても今回はねやっぱ富士山がねすごい、富士山、こんな富士山を見ながらねお昼からね温泉に入れるんですよ。なんとも素敵な休日でございました。なんかすごいよね、ほんとあれみたい、なんか花より団子の花沢類みたいじゃない、こういうところで黄昏れてるの、わかるこういうところで黄昏れるってよくあるじゃん、なんかお金持ちの家のお坊ちゃんがよく悩んでる時に出てくるシーンみたいな感じのロケーションですよいしょ、最後にまたこの温泉見せてあげる、いいでしょこの温泉。なんとね、でもこの温泉で、ね、なんか一番ここ広いところで花水着、まあ、6人で入れて7000円ぐらいです。でこのまま館内過ごすんだったら、ここの館内の料金はね普通はね入館料1900円なんですね。でここは今いるところが7000円で、で今はね1000円プラス1000円で入れるんですけど、なんと1時までに入るとプラス500円で入れるっていう、なので、まあ、御殿場でねお買い物して疲れたなーっていう思ってるお父さんとかはもうこっちに来て一人で寝てもいいですし、まあ、先にまあリラックスするのもありなんじゃないでしょうかやっぱね休日のお父さんは疲れたのでね、そう、まあ、こういう施設あるとすごい助かるよね。なんかねみんながみんなねお買い物ば家族でもね好きってわけでもないでしょうから、早めに来て休みたい人にはすごくいいところだなと思います。まああとねお買い物終わった後にねちょっとお風呂入ってちょっと昼寝して帰るっていうのもいいかなと思います。最後に富士山をみんなで見てお別れしましょう。はい、この動画をいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。